はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。まあね、いろいろと、これ海外の記事なんですけど、新展がございました。はい、えー、チェアンの国ですね。はい、えー、 いわゆるレバーののんのんちゃんでございますね。レバーのね。はい。えー、レバーでございます。肝臓でございますね。レバーののんのんちゃんでございます。まあ、お察しください。はい。レバーののんのんちゃんのね、ヒズボラちゃんですね。ヒズのボラちゃんです。はい。ボラちゃんですね。ヒズのボラちゃんに、えー、チェアのね、えー、グンぐんぐんのね、えー、キッチーでございますね。はい。ベースです。 はい。えー、まあ、お空をね、お空を観のししてるね。はい。お空を観のししている、えー、ベースが、はい。えー、まあ、お察しくださいね、ほんと。ベースっていうのはキッチンのことです。はい。えー、ベース、はい。えー、軍のね、えー、チェアのぐんぐんのね、えー、ベースがね、ヒズボラちゃんによって、 ほぼほぼダメになったようです。はい、ヒズボラちゃん六十二はい六十二のねはい、えー、あのー、ものをね六十二のあのー、空飛ぶものをドカーンドカーンとやっちゃいまして、えー、このカンのシーのねシステムをえー、まあ,あお壊しになったということでございます。はいお壊しになった だということです。はい、王、えー、を抜いてくださいね。はい、お壊しになってしまったということでございます。ひずのボラボラちゃんが、はい、えー、まあこれどん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 エスカレートしてってますよということですね。レバーですね。レバーのね、のんのんちゃんでございます。はい、ここのねボラボラちゃんがあやってますということでございます。 はいえー、まあこれね、えー、どんどんエスカレートしてきますんでこれでねまたあーチェアーがね、えー、まあやるでしょうね、はい、何かを。はいえー、なんで、えー、本当にあの海峡封鎖間近です秒読みです。 もう本当、1月いっぱいは持ってほしいんですけどね、私。はい。1月いっぱいは持つようにずーっと祈ってます。でも本当、わかんなくなってきました。まあ、封鎖されたからといって、日本人はね、多分、あの、気がつかない人が多いです。はい。気がつかない人が多いです。だから、事態がひん深刻になって、まあ、数ヶ月後にね、深刻になるわけですよ。はい。 事態が深刻になってから騒ぎ出すとは思うんですけど、えー、もう今こういった状況でございますということですね。えー、なんで、えー、本当に、もう何度も言っているように、本当にあのー、今のうちです。はい、毎日毎日ね、えー、どんどん新しい 新しいアタックですね。はいあ、洗剤、よく落ちる洗剤ですけどね。はい、新しいアタックでございます。えー、これの情報が毎日毎日入ってきております。えー、これね、まあ、まあ、見に行ってください、本当に。あのー、ね。 えー、まあ、被災してらっしゃる方は本当に大変なんですけど、えー、まあ、なんとかね、なんとか生き延びないといけません。はい。<laughs> まあね、そういうことでございます。まあ、これ本当ね、あの、今のうちです。全部。いろんなものを今のうちね、えー、読みたかった本。はい。 えー、漫画でも何でもね、今のうちに備蓄しておいてください。あのー、電子書籍はダメですよ。はい。えー、停電になりますからあ、電子書籍は停電になった時読めませんからね。紙の本にいたしましょう。紙の本に。はい。えー、紙だったら停電になっても読めます。はい。まあね。 えー、本の話をしてしまいましたけど、えー、まあ、好きな漫画とか本とかね、あと、まあ、自分です、まあ、絵を描く人だったら、スケッチブック、そして、まあ、色鉛筆とか画材ですね。えー、こういうものも全部、あの、今のうちに用意しといてください。はい。まあ、食品とか水とかね、えー、そういったもの、あのー、生活必需品ですね。 あと、衛生用品、下着あ、そこら辺はもう当然やらないといけないことです。はい。当然です。えー、そして、まあ、医薬品ですね。えー、こちらの方も備蓄お願いいたします。来ますよ。あと、まあ、日本に本当に多大な影響が来るのは数ヶ月後でしょうけど、えー、来ますね、これ。はい。今のうちに、あの、本当に、あの、 なんていうのかな読みたかった本とかもね、えー、全部、あの、買っといてください。えー、そのうち届かなくなります。はい。えー、で、電子書籍でダウンロードして読むっていう方ダメです。はい。えー、電気使えなくなりますからね。最終的には。 まあ、ポータブル電源とソーラーパネルがあってね、えー、自分のところでね、なんとか電気が作れますっていう方は別ですけど、はい、えー。そうでもない限り電子書籍は役に立ちません。デジタルのものは。はい。なんで、えー、紙の方を買いましょう。はい。 いま、えー、だにね電子書籍買うなんていうね,ねあのちょっと大丈夫かなっていうようなあ方もいらっしゃるんで、えー、言っておきます。はい、役に立ちません停電になった時にで。停電が一瞬で終わるわけではないんでね、はいえー。なんでポータブル電源とソーラー発電のシステムがあればまた別ですけどね。 はいそうでもない限り、まあ、あ無理でしょう。はいえそういうわけで、まあ、数ヶ月後には遅くても来るような感じになってきました、これ。どんどんエスカレートしてってます。はい。エスカレートでございます。はい。えー、マスカレードでございません。はい、えー。すいませんね。まあ、そういうことでございます。えー、なんで、今のうちにね、ありとあらゆるものはいを、こちらの方を備蓄お願いいたします。はい。 えー、まあね本当にあに考えないといけないそういった状況にいい我々は立たされているということです。で、はいえー、まあ当にあに、のー、そういう事態になった時にね、えー、困らないようにいい自分の読みたい本な,なんかも、えー、電子書籍ではなく紙で備蓄しましょう。 紙の書籍でね備蓄って言ったら変ですけど買っておきましょうはい、えー、まあいろんなところにありとあらゆる方面で備える必要が本当に出てきてますはい、えー、口酸っぱく言いますけどこれが一番大事なことです、えー、皆さんよろしくお願いいたしますはいい、えー、きますからねはい、それではまたごきげんよう沖縄おばばでございました